はい、皆さんこんにちは、くれです。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。ということでですね、また口内炎ができてしまってなかなか喋りづらい状態ですが、やっていきたいと思います。今回はですね、こちらのマダライモリのビバリウムですが、こちらはですね、カビが発生しましたという動画がありましたが、そちらの経過を見ていきたいと思います。しっかりとカビは、結論は引きました。はい、ということでね、そのカビに対してどういう対応したのかっていうところもご紹介していこうと思います。はい、では早速見ていきましょう。はい、ということで、そもそもですね、その立ち上げて1週間の時点でですね、カビが発生しましたというところでイモリを一旦出したんですけど、その時に、これですね、ヒバオイル500倍、これをと霧吹きをしてカビの様子を見ますというところで終わったと思うんですけど、結論はですね、500倍では効きませんでした。はい、というところでですね、次10倍にしました。10倍にしたものを霧吹きしてみました。かつファンを回しましたというところでですね、結果カビが引きましたというところです。この通りですね、以前ここら辺にカビ生えてましたけど完全に引いてます。はい、そして右側もですね、この部分カビ生えてましたし、流木にも生えてたんですけど完全に引いてますね。この流木のやや下生えてますね。白いふわっとしたようなやつ、これは流木に発生するカビですね。ここにも生えてます。まあ1ヶ月経ったっていうところもあると思うんですけど、やっぱファンで乾燥させるっていうところとヒバオイルが効いたんだろうと思います。どっちも効いたんじゃないかな。まあでも乾燥が強いような気はするけども、この通り。それでもってこの獅子頭、ペンナマリの獅子頭が調子がいい。あとはやっぱここら辺もね、全体的にもう本当にないですね。流木にも生えたりしてたんですけどないです。あと奥見ていきましょう。はい、奥です。もうこことかね、完全にないですね。落ち葉ってあれ、空気回らないんじゃないかっていうところもあるんですけど、生えていません。左奥も同様ですね。鳥カラーの下も大丈夫かな。シノブとかの隙間とかも、はい、流木のカビも結構すぐ引けましたね、なんだかんだ。はい、という感じでですね、1ヶ月で完全に引きました。ファンとヒバオイルです。はい、ではね、まだら戻したいと思います。それで、まあ、乾燥気味とはいえ、ちょっとね、1日1回くらいは霧吹きしております。じゃないとね、ファン回してるんで、カッサカサになる可能性が高いんで、霧吹きはしております。まあ、なんだかんだ1ヶ月経って、ようやく安定したかなというところですね。そして、カビに対してなんですけど、カビを増やしてはいます。この中で。でもなかなか増えない。前回の動画でも言いましたけどね、なかなか増えないんですよね、意外と。っていうところもありまして、まあ増えてから、まあ何が効くのかなっていうところ、ヒバオイルだったり、グレープフルーツエキスか、種子エキスとかですね。そこら辺のどれが効くかっていうのをやっていこうと思いますので、増やし続けます。何個かに分けられるように。はい、ということで
それはもう少し先になりそうです。今回ね、新たに買ったんですけど、これですね、ヒノキチオールストロング、これですね。これを10倍に薄めて、まあ、霧吹きをしたというところ、プラスファンを回した、はい、というような状態となりました。まあ、植物の方も順調で、クジャクゴケもそれなりに新芽ポツポツと出てるんですよね、実は。だからこれで飼育していこうと思います。まあ、立ち上げ初期のカビはなかなかね、まあ出てくるもんなんですよね。出てこないこともあるんですけど、立ち上げ初期なので90のビバリウムとか、こちらですね。さあ、こっちのカビどうなのっていうところですが、それなりには生えてきてます。はい、カビはやっぱりね、流木のここだったりくらいですけど、あとは、まあ、こことかね、結構生えてます。どっかやっぱ流木に生えますね。まずはこことか、うん、まあ、ファンは回してるんで湿度70くらいはキープできてるんですけど、とはいえ生えてます。中央は今のところ大丈夫そう。やっぱ四隅角ですね、奥の角とかが怪しいかなと思います。左も奥ね。はい、ということでですね、やっぱりね、こういう水を回しているとどうしても湿度って高くなるんですよね。さっきのまだらのビバリウムよりもさらに水がありますんで、うん、まあこれもちょっとカビとの戦いにはなるかなと思います。なのでこっちでもこのヒバオイル10倍、これをね使っとこうと思います。まあこれで植物が枯れるのかって言われると分かんないんで、まあそこも見ていこうと思います。ただまだらの方では枯れてはなかったので、まあ大丈夫なのかなとは思っております。はい、ということで簡単になんですけどご紹介させていただきました。皆さんもね、カビに困っているとかいうのありましたら、ファンでやや乾燥させるっていうところ、逆に言うとやや湿度があるというか、そのグラデーションの絶妙なところなんですけど、そこを維持しつつ、こういったヒバオイル的なもの、カビに対して効果のあるものを使ってみるというところのダブルが一番いいんじゃないかなと現時点では思っています。まあ、これらをしなくても時間が経てばカビが引く可能性ももちろんあります。はい、ということで、もしよかったらやってみてください。で、次の動画になるんですけど、次はグラステラリウムナノの方でウレタン、これです。ウレタンを使ってビバリウム今度こそね作ろうと思います。はい、そちらも動画にしようと思いますので、チャンネル登録してお待ちください。これで終わります。ありがとうございました。またのご視聴をよろしくお願いします。